皆さんこんにちは、たみきです。今日はこちらゴルフ場ではなく、こちらですね、一度来たことあります CPG ゴルフさんに来ております。はい、で皆さん覚えていますかね、一度福袋の動画撮らせていただいて、それがめちゃくちゃ大好評だったということで、今回もまたすごいお得な特典があるということで、こちらにやってきました。ということで早速、いろいろ見ていきたいんですけど、まず今回のすごい特典がこちらになります。じゃじゃん、皆さんびっくりですね。あの CPG ゴルフさんがなんと、秋冬からですよね、シューズを出すことになりました。おめでとうございます。すごいよね。またこれがこだわりのある靴と聞いているので、ちょっとこの靴見ていきたいと思います。でまずこちらかな、シューズもなんか3種類あるらしいんですよ。で1個目がこれかな、皆さんこれパトリックさんって知ってますかね。でシューズで有名なあのパトリックさんとコラボしてるエナメルの素材のシューズです。すごいかっこいい。あとこれも色展開めちゃくちゃあります。でもう一個がこっちのなんか黒子、本革を黒子っぽくしたもの、これも同じくパトリックさんとコラボしてるもの。そしてもう一つがこちら、3つ目、こちらはまたパトリックさんじゃなくて、イブラムっていうところとコラボしてるものでして、ここがねなんかファスナーらしい、で履きやすい、でこれも色展開めちゃくちゃあるんですけど、全部本革らしいです。すごい、本革のゴルフシューズってあんまなかなかないと思いますけど、もうここ CPG さん全部本革。そもそも本革って何がいいのってさっき私も聞いたら、やっぱ蒸れない、空気がやっぱ抜けるから蒸れない、だから長く履けるっていうのを言ってて、だからちょっと本革って、まあ、高いイメージがあって手に取りにくいみたいなイメージあるんですけど、先に買っちゃえば長く履けるから結果そっちの方がコスパ良くないっていう感じですね。今回このねシューズが出たということだったので、ちょっと皆さんにいち早くお届けしようと思って今撮ったんですけど、今回はこのシューズができただけでなく、このシューズをなんとプレゼントする企画があるらしいんですよ。なんで皆さん今からどうやったらこのシューズプレゼントできるかっていうのを、この動画見てくださった方に、ぜひお伝えしたいなと思いますので見てください。ということで、せっかくなので今回はゴルフウェア、春夏のゴルフウェアもあるということなので、いろいろ見させていただいて、でそのゴルフウェアをいろんなコーデ見せるので、そのコーデ、春夏のウェアを購入いただいた方に今回特典でですよね、あるんですよね。はい、金額によってどの靴が当たるかっていうのはまたいろいろ決まってるらしいので、こっちが10万円以上、こっちが20万円以上、ご購入いただいた方にはプレゼントですから、ただでもらえます。なのでそのまあ春物夏物のウェアをどれにしようかなって多分悩むと思うので、それを今回紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていこうかな。はい、はい、ということで今回私がいろいろ着て着用して、もちろんメンズとおそろコーデもちょっと組んでみたので、まずはトップ3をお届けしたいと思います。ちなみにこちらのお値段、こちらのシューズは36,000円、こっちがちょっと高い63,000円です。なんですけどそのシューズが今回プレゼントということになるので、皆さんそのプレゼントをゲットするために春夏のウェアちょっといろいろお見せするので、そちらのご購入をしていただいてゲットとなります。じゃあ早速、ウェアの方コーデ組んでみたので見ていきたいと思います。まずワンコーデ目はこちら、これ2人でペアルックをイメージしてコーデ組みました。じゃあまず私のから説明します。私はもうシンプルに今回モノトーンコーデです。なんですけどいろんなところにちょっと遊び心があって、まずこのスカートがプリーツスカートになってて、ここだけ白いラインが入ってますよね。おしゃれだと、あとこの上もですね、ここにスリットみたいなの入ってて、ここパチンってボタンも止めれるんですけど、外すこともちょっとおしゃれな感じと、あとはシンプルに黒でこの流してるんですけど、これもちょっとタオル生地っぽいサンバイザーに、この靴下もね可愛いんですよ。左足はここにラインが入ってるんですけど、右足はこっちにラインが入ってるっていう、可愛いですよね、ちょっと違う感じね。でさっきのパトリックのシューズ合わせました。です。はい、で次これに合うメンズコーデがこちらで、まずこのトップスがですね、
いい生地、イタリアの生地を使ってるらしくて、めちゃくちゃいいふわふわなシャカシャカ生地なんですよ。これはちょっとね、皆さんに触ってもらいたい。で、これにベースに合わせたら、もうシンプルに黒白で合わせてるんですけど、このキャップの生地とこのサンバイザー生地、一緒のタオル生地でちょっとお揃い感出してて、であとはもうシンプルに、音がモノトーンだったので、あとはモノトーンで全部締めて、これがさっきのあれですね、クロコダイルの方のシューズ。まあ、これは1個目シンプルに CPG コーデさんをさせてもらいました。続いてのコーデはこちら。今回はベストコーデです。はい、じゃあまず私の方から。まずこのスカート見てください、ひらひら可愛いですよね。で、結構こうやってスイングしたら揺れそうなんですけど、ちゃんとインナーもこれついてるんで全然大丈夫ですね。で、なんといってもこのベストね、シャカシャカで、これもこのままスイングしやすいです。で、今回なんとこのトップスがオンライン限定のトップスになってるらしいです。これシンプルなものですが、で、今回このウェアに合わせて靴も見てください、選んでみました。この色ってなかなか自分でさっき見てて、うわ選ばないなと思ってたんですけど、こうやってコーデと合わせたら怖くないですか。なんかちょっとおしゃれ、上級者って感じで、結構この色すごい今気に入ってます。そしてなんといってもクロコダイルだけど、すごい履きやすくてめちゃくちゃいいです。スイングしやすそうな感じですね。はい、これが私のコーデ。で、これに合うなと思ったメンズコーデがこちら。ベストはベストでも、メンズはちょっとこういう鍵編みニット的なニットのベストにしてみました。で、今回のこっちのポイントはグリーンです。このインナーはちょっとおそろで似てるモックネックなんですけど、見てください、靴までこのグリーンに合わせてみました。なかなかこの色もないんじゃないでしょうか。けどこういうコーデだったらちょっと足元だけ色入れておしゃれに着れるのでおすすめです。参考デビューはこちらです。もう分かりやすくペアルックです。今回の CPG 柄を着てみました。じゃあまず私から。私は CPG 柄の、ベージュの方を選びまして、ここはもう黒、全部黒で合わせました。で、ここにちょっとピラッと見る、あ、ちょっと私のアウターもありますけどもこちらピラッと見えるように、でもね、インナーが入っててちょっとセクシーなカットになってまして、靴もですね、見てください、今回はこのエナメルの方の黒金、これだったら、でもこれぐらいの金だったらね、全然ワンポイントでアクセントになって、逆にこのコーデとめちゃくちゃ合ってますよね。こんな感じでうまそうなゴルファーですね、はい、そしてこれのペアルックがこちら。全く同じカラーの、まあ、全部こっちはちょっと黒白にしました、男性なの で男性ももうかっこよく全部黒で締めてますが、ところどころベルトでちょっとこういうグレーっぽいおしゃれな感じを入れたりとか、素材、異素材使ってみたり、あとこの靴をまだ見てください、ちょっと違うタイプの、これはスパイクありのタイプで、ちょっとクラシカルな感じで、これ聞いたら1枚の革でこれを作ってらっしゃる、見てください、継ぎはぎがないんですよっていうようなシューズになってます。そういうなんか素材感でこっちはこだわってモノトーンで締めたって感じですね。はい、これが3個目でした。はい、ということで以上3つが私のトップ3お気に入りコーデでした。ということで、この中からちょっとせっかくなので1つ、実際に着てちょっと何ホールか回ろうと思うので、その映像をご覧ください。はい、ということで、今ご紹介したコーデの中から1つ着てちょっとプレイしてみます。なんですけども、あいにくの今日は雨です。その辺はちょっと皆さんご了承ください。よいしょ、よし、お願いしますありがとうございます。あ、やばい、バンカーかも。あれバンカーですよね。ちょっと雨なんですけども、あのご紹介したコーデの中の私が一番お気に入りだったなって思うのを今日は着てやっております。で、今日ちょっとね、風も強くて寒いかなと思ったんですけど、この結構上のプルオーバーがかなりしっかりしてるので寒さ通さない感じが感じられます。風通さない感じかで、靴だけ、そうだ、靴だけ皆さん、あのまだね、あれがサンプルだったので、あのコースには入っ
背筋に履いていってはいけないということだったので、今日はコーデのみとなりますね、はい、あとね、この辺が空いてるんで、そう、おしゃれだし、これもスイングしやすいかも。結構ここがゴムキュッてなってるとちょっと詰まったりするんですけど、そういうのもなさそうな感じですね。あ、嘘だ、めっちゃ前いた、あ、めっちゃ飛んでた、ラッキー。最近雨多いなまたやっぱこのプリーツ可愛いですよね、女子。最近プリーツのスカート多いと思うんですけど、このね、CPG さんは結構ふわんってなるだけなんで、で下もこれスカートにもうついてるんですよ、インナーが。っていうのもあって安心だし、気にしなくていいですね、ウェアとして。いい感じ。わあ、トップした、やばい、うわー、これはちょっと最悪だ、やばいやばいやばい。よいしょ、打てそうなので行きます。5、うわ、何、え、待って、水攻め入った、待って、これどういう処置、どういうこと。じゃあちょっとバンカーの前の池みたいなところに入ったので、ここから、まあ池って言っても水たまりができてるだけなんですけど、ここから行きます。入れ入れ、よっしゃー、ありがとうございます、やったやった よっしゃー、ありがとうございます、イエーイはい、こんな感じでございました。さあ、ここからは、コーデもっともっといろいろあったので、ちょっとトップ3以外にもご紹介していきたいと思います。今回はこちら、ちょっとね、変わってるかも、私あんまり着ないけど、こういう青色のワンピースと、メンズはこういうタオル生地の、ちょっとお互い変わった感じのコーデを組んでみました。このワンピースね、ワンピース1枚って結構ボワッとスタイルが見えにくかったりするんですけど、ここはちゃんとスタイルアップもできてて、結構スタイルよく見える青色の印象が強いワンピースになってます。で、他は全部もうこれがメインなので、他は黒で締めてます。で、靴もですね、見てください、これも可愛いですね。ちょっと厚底になってて、こうところどころピンクのステッチが入ってて、これもね、意外と歩きやすいですよね。で、なんならこっち歩きやすい、スイングも全然できる感じ、夏にぴったりのコーデだと思います。そして、次男性のコーデ、こちらちょっとタオル生地っぽい異素材でのセットアップです。これも珍しいかな、なんかね。で、ちゃんとでも襟もついてるから、そういう意味ではゴルフウェアとしてはね、すごくありがたいっていうのと、あと靴もこれがまた可愛くてですね、ちょっと厚底ので、白地に黒なんで、まあ、どんなコーデでも合わせやすいけど、暗くなりすぎないからめちゃくちゃいいと思います。こういう黒着た時にあえてこれで外して、真っ黒になりすぎないコーデできると思います。あと見てください、よく見たら羊の柄になってるんですよね、このタオル生地が。で、 CPG さんで今この羊ですから、それが散りばめられたセットアップになってます。続いてのコーデがこちら、こちらも CPG さんの総柄かな、今季の柄になってます。で、まず私はもうこのワンピースです。もうこれがめちゃくちゃ良くて、結構やっぱストレッチ効くんですけど、ここにはゴム入ってて、スタイルアップもあって、で、なんとここにプリーツなんで、ワンピースとかいいです。ひらひらスイングしたらしますね。で、今回見てください、バッグ、そう、CPG さんは全部サロンで、バッグもいろいろあります。まあ、これがメインなので、大人しく黒で合わせて、あと靴も見てください、またちょっと違う、このラットスニーカー的な。でもこれはすごい白だから、いろんなやつコーディネートしやすいと思います。で、続いてメンズが同じこの総柄の T シャツショップスなんですけど、あ、そう、両方ともこれね、スキッパっていう、ここがほらこんな感じ、ここもそう、女性もそうなんですけど、っていうデザインになってます。それこれはもうメインなんで、他は黒でシンプルに合わせております。キャップもね、
でまたこの靴がシンプルなんだけどクロコダイル調で棒に白のラインも入ってるのでアクセントになってて非常に可愛いですね。こんな感じで出会いです。続いてのコーデはこちら。今回は黒と、ちょっと黄色っぽいというか色味を同じにしてみました。まず私はこちら、もう私シンプルにウェアは黒白なんですけど今回はこれですね。このバッグ、これもなんと CPG さん普通にね大容量です。だから普通に着替えとかカートバッグもそのまま入りそうな大きさの、これもゴルフバッグです。にもう今回は春とエントもあるので白のパルニットとスカートをまたここスリット入っててちょっとおしゃれな感じですね。で靴もエナメルの黒金を使ってみました。でこちらがなんと上も下もオンライン限定の商品になってます。でこちらも見てください、後ろはパンツに見えて前はスカートというこういうのもね安心だからいいですよね。メンズはこちら、これもシンプルなんですけど黒のポイントとして、ここにね CPG ゴルフ、 CPG ゴルフ至る所に CPG ゴルフが入ってますが、それにちょっ と、春らしいこのベージュのパンツを入れてます。で靴も同じように黒とこのベージュのもうツートーンだけのコーデですね。で私もこっちに黄色がちょっと入ってるのでこういうペアルックコーデです。続いてのコーデはこちら、珍しくパンツコーデです。じゃあまず私からもうシンプルに黒白のパンツスタイルかっこいい感じなんですけど靴だけじゃん、ちょっとピンク入れてみました。ピンクと白のスニーカーっぽい感じね。でこれがアクセントになってます。でその、シミラーコーデとしてペアルックコーデとしてこちら、もう全く素材同じトップスを選んでるんですけどちょっとデザインは女性と男性で違うって感じですね。でパンツもこれなんと同じです、色違い、女性用と男性でちょっとデザインが違ったりもしてくるんですけどもほぼ一緒のパンツコーデで、これ男性もちょっとスニーカーだけアクセント入れたくて黒白なんですけどここの真ん中だけ赤色のシューズ、またこれもおしゃれですね、ちょっと高級感のあるパンツになってます。はい、でこのメンズがトップス裏にちょっと、ね、デザインがかっこいいコーデが入ってるので、こちらにこんな感じですね。はい、こんなラインも入ってます。はい、ということでここまでいろんな CPG さんのコーデを見てきていただいたんですけども、そもそもなぜ今回このコーデたくさんお見せしているかというと、コーデを、購入してくださった方に、なんと先ほどご紹介したこちらの靴、CPG さんのシューズをプレゼントという企画に今回なっております。で、春夏のウェアだったらもう何でもいいんですけど、お好きなのを選んでいただいて10万円以上でこちらのシューズ、20万円以上でこちらのシューズということで、でこれ色とかサイズとかもちろん皆さんのご希望のものを、選んでいただけるということになっておりますので、そちらも詳しくはですこちら概要欄の方に詳細貼っておきますのでそちらの URL から飛んで皆さんご購入いただければなと思います。でそしてですね今回、もう一つ CPG さんからお知らせありまして、2024年から CPG ゴルフさんは、フランチャイズ加盟を、展開することに力を入れているらしくて、なのでフランチャイズ出店に興味がある方はこちらの概要欄の URL からぜひご確認ください。はい、ということで、いろんなコーデ試してきましたが CPG さんどんどん年を重ねるごとにパワーアップしていってますね。私も実際いろんなウェア着させていただいてめちゃくちゃ思いました。これからゴルフを始める方も、今ゴルフをしている方もそうだと思うんですけど、もう CPG さんなら、上から下まで、バッグもベルトも小物も全部全て揃いますので、ぜひ気になる方は皆さんそちらの概要欄にも、CPG さんの詳細を貼っておきます。ぜひそちらからご覧いただければなと思います。とにかく今回皆さんプレゼント企画は、なくなり次第終了になるかもしれませんので、お急ぎにお願いします。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。新規 CPG ゴルフ会員登録で全員にカジノマーカープレゼント、詳しくは概要欄をチェック。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますのでぜひフォローしてください。バイバーイ。